お待たせしました。続きましてポテサラの皆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ポテサラではあるんですが、ちょっと一曲ゲストを呼びたくって、実は私が、今から6年前ぐらいまで母と倉敷駅のところで居酒屋、倉敷屋という居酒屋をしてたんですが、そこ のお客さんでもあり、であとソングスの1回目からもう毎年毎年見に来てくださっていたこちらの常連さんでもあるみぎ、ちゃんに1曲、歌っていただきたいなと思って、どこにいますか。みぎちゃん、みぎちゃん、そこの居酒屋でですね、いつもお酒を飲んで夜な夜な宴会部長として歌ってくれていたみぎちゃんなんですが、そのお店でよく歌ってくれていた、みぎちゃん、じゃあ、何ですかね。すいませんし。倉敷屋の仲良しでいつも歌わせてもらってます。今日は信さんが行けって言ったんですけど、いつも歌います。キシャチン音頭。そっちですか。じゃあキシャチン音頭。じゃあ触りを私が。皆さん温かい目で聞いてください。最後出ました。
これ何日続きますっけ、はい、最後見ていた兄ちゃんがよ、さゆみぎちゃん汽車より船好き出すのは船賃だ船賃だ船賃だ船賃みぎちゃん船賃じゃけ泣くまた会いぬつんこの歌をすごい軽やかに歌ってくれて、いやでも、若ちゃん、今日は本気で1曲だけ、はい、1番だけ、あ、はい、いや本気で1番だけ、アカペラで歌います、はい、僕が一番好きな歌は、女性は山崎亜子、男性は香川亮、うん、でも、女性だけ歌います、山崎亜子、あの海へ、じゃあ、手拍子をお願いします、みぎちゃん流のあれですね、こうパーンスリスリスリ島流があるこれでお願いいたします、はい、じゃあ行きましょう、どうやって船を漕ぐんだあの海に船を出せあの海に船を出せいつかどこからか聞こえてくる形のない私に何ができるの？お前こそ教えろよ。どうやって船を漕ぐんだ？あの海に船を出せ。あの海に平行に船を出せ。あの海にあの海にどうやって船を出すんだ、これが僕の一番好きな、ありがとうございました、温かい拍手をありがとうございます、皆さん一つ聞いておきます、今日が10回目で、あの歌う人は10回来てますけど、僕お客さんです、今日ノブさんの許可を得ましたから伝えましたけど、お客さんで10回はおります、僕10回目連続、あ、あちらに、おお、すごい井越さん、仲良し10回連続できました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、こうしてあのその当時倉敷屋はこう愉快に夜がいつも更けていてたもんですじゃああれですね、ここからはじゃあ、ポテサラでお届けしたいと思います、あのなんでポテサラかって、あのその当時、人気だったポテトサラダから名付けて、10年間そのポテサラでやっていますね、思えばね、じゃあ1曲
目は、私たちの、この SONGS 始まる年に出会ったんですよ。本当にここで歌わせてもらうために。でその時の思い出を、バス停から始まったんですけど、その思い出をしげさんが詩に書いてくれた、曲があるので聴いてください。春の日のバス停から。優しい木漏れ日の中、初めて君と会ったのバス停、ひらひら舞う桜の花びらが僕らを包んでいた。あれからもう10年が経ち、僕ら歩いてきた道のりは決して平らではなかったけれど、時に支え時に支えられここまで歩いてきたね。君の笑顔に僕は満たされ、涙で心が揺れる。すべての君をこれから先も守っていたい、ずっと。
ありがとうございます。ありがとうございます。私、あれですね、紹介が遅れました、ピアノ和歌子と、ギターとしと、カホンシゲで、お送りしていますポテサラですが、本当に私はこのソングスが始まって、自分でこう、歌を作って聴いていただくっていうことを始めたのが本当にソングスがきっかけだったんですが、でなんかいつもこの空を見上げるのが好きで、特にあの夕焼け空を見上げるのも私すごい好きなんですよ。なんかあのすごいキラキラ輝いて、あの明日の希望とかこう未来が映ってるような気がして、本当にあの綺麗だなと思いながらいつも見上げるんですが、あとなんか昔のこう懐かしい思いもなんか蘇るような気がして、そんな気持ちで書いた、夕焼け空シャボン色という歌聴いてください。頼りの
んですよ。20年取り付け緊張しまくってて、うん、やばいですね。なんかあの、はいはい、ん、あ、すごいね、天然のスポットライトが熱いのすごい。でも気持ちがいいですね。でもエビちゃんのせいでしょ、大体、まあ、ほとんど大体、ね、ほとんどエビちゃんのせい、日陰のにいるけども、なぜかエビちゃん、あの、皆さんお気づきですか、実はあのこの2人ちょっとなんか衣装のような顔してますけど、ちょっとかぶってるんですよね。あの、実はかぶってるんですよ、あの、好きな服屋さんが一緒で、なんかかぶってるんですよね。いや、しかもね、これあれなんですよ、 T シャツはまあね、色違いだけど濃いにというか、はいはい、まあ、ちょっと着てみたみたいな、合わせたけど、いや、まさかのパンツまで同型だって。やっぱ仲良しなんですね。おかしいやろ、ほぼ一緒です。ちょっとおっさん二人ではちょっと踏み込んではいけない領域がね、あ、ペアですね。だいぶ踏み込んではいけない。はい、でですね、私あの、その空を見上げるのが好きで、あの、まあ、夜空も好きなんですよね。なんか星がきらめいてて、こう一つの星なのにたくさんこう集まって、また大きな星座ができるっていう、なんかこうロマンチックな感じがするんですが、次の曲は、オリオンっていう曲で、皆さんちょっと後半にもしよかったら一緒にあの歌ってほしいなって思うとこがあるので、またその時になったら、あの、ぜひ大きな声出して歌ってほしいです。いいですか、よろしくお願いします。じゃあ、聞いてください、オリオン。寂しさ、耐えきれないほどの悲しみ、進むに
道しるべ鬼を。はい、ここまで聞いていただきありがとうございます。じゃあここからは、じゃあこっち半分の方が私で、でこっち半分の方がしげさんで、はい、僕ですよ。歌うので追いかけっこのような感じで歌ってみたいと思います。じゃあちょっと1回聞いてみてくださいね。その後入ってくださいね。私は本当にこのソングスがあったから、たくさんの人と出会えたし、でのこの最初にここの丘に立った時に本当このここから見える景色にすごく感動して、作った歌を毎年ここの丘の上で歌わせてもらって、毎年たくさんの方に聴いてもらってきました。最後にやっぱりこの歌を歌わせていただきたいです。今日が5月4日ですがじゃあすいません、ポテサラでした。この後も続きます。じゃあ5月3日もある迷い
がとうございました。ドカラでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとうるっときたかな。